一番足が速いのは安間選手だと思います。背番号の由来は、大岡学園の時に、つけてた背番号が45番だったので45番にしました。コートネームは、高校入学する時に、たくましい選手になれるようにという意味で先輩が考えてくれたのを自分で選んでつけました。自分は自分が意識してやってることは、シュートの本数をただたくさん打つんじゃなくて、少ない本数でどれだけ確率高く入れられるかっていうのを意識してやってます。おすすめの名古屋飯は、味噌カツが好きです。と今年のナイスプレーは、シャンソン戦の1試合目の最初に決めたスリーポイントです。最高のスマイル。はい。怪我、結構あんまり深く考えずに、まあ怪我したけどいずれは治るものなので、まあ、いつか治るからっていう風にすぐ切り替えて取り組んでます。息抜きは、最近は Nintendo Switch でゲームすることです。バスケ以外にやりたいのは、小学校の時にソフトボールをやってたんで野球かソフトボールをやりたいです。緊張のほぐし方は、あんまり例えば試合前とかだったらあんまり試合を意識しないようにいつも通り普通にやることを心がけてます。好きな俳優は野村周平さんです。オフェンスシュートが打てるのでオフェンスが好きです。ありがとうございました。